ゴキブリなどの虫が人の視界に入ると直ちに処理されるため、虫が自然死する姿はなかなか見かけることはありません。そして人によるものではなくとも、虫は食物連鎖上の主要な栄養源なので、虫が自然死するまでの過程を観察することはなかなか難しいです。しかし普段生活していると死んだ状態の虫をよく見かけます。どのようにして死を迎えたかは分かりませんが、多くの虫がお腹を上にして死んでいます。ここで今回のテーマの疑問が生じます。虫はどうしてお腹を見せて死んでいるのでしょうか。生きている虫は自ら体をひっくり返そうとはしません。体をひっくり返すと外部攻撃に対して無防備になり、これは死を招く行為であるため当然です。したがって体がひっくり返った虫は再び元の状態に戻るためにあたふたするのですが、死んでいく瞬間にお腹を見せるために体をひっくり返すというのは矛盾しています。この疑問を解決するために、まず虫の体の構造について調べてみると、大きく頭、胸、腹に分かれ、胸の部位に足がついています。この足は胴体と比べてかなり細く、中がスカスカになっています。なぜなら中身が詰まっていると曲げたり伸ばしたりする力にかえって耐えられないからです。そして体に流れる体液が関節から膨らんだり縮んだりを繰り返すことで足を動かして移動します。このような機能は虫が死を迎えると停止しますが、機能が止まるにつれて足は自然に縮まり、よく見かける姿に近づきます。しかし死んでいく虫のすべての足が同時に機能が停止して縮まるわけではありません。順番に止まっていくはずですが、そうすると片方の足だけが動かせてバランスが崩れた状態で、片方が相対的に激しい動きをすると体がひっくり返ることがあります。虫の体の構造上、一度体がひっくり返ると元に戻るのが大変です。つまりそのまま徐々に死を迎えるとお腹を見せた状態で死んでしまいます。また虫は壁や天井などにくっついた状態で移動することもあります。そのような場所で死んだ場合、重力によって地面に墜落することになるのですが、空気抵抗や重力などの理由で背中から落ちやすく、落下して地面に当たって跳ね返った際、体の構造上お腹を見せたまま死ぬことが多いです。そして他の場合もあります。それは殺虫剤などを使った場合で、殺虫剤を虫に噴射すると虫はびっくりしたかのように突然体がひっくり返ってしまいます。殺虫剤の効き方は、神経系に関与する殺虫作用や、エネルギー代謝に関与する殺虫作用、成長調節に関与する殺虫作用、その他の殺虫作用などがあります。一般的に使用される噴射系の殺虫剤は神経系に関与するものです。神経系はニューロンという神経細胞が一定の間隔を空けてつながっています。神経細胞は大きく樹状突起と軸索などに分けられます。樹状突起が他の神経細胞から送る電気信号を神経細胞体に伝達すると、細胞体は伝達された電気信号の強さに応じて活動電位を生成し、軸索を通じて他の神経細胞に電気信号を伝達します。一般的に使用される殺虫剤の作用により、虫は痙攣や麻痺の症状を見せ、自然に体がひっくり返って死を迎えます。疑問は解決されましたか？